ズーズーワンダーランド。ポンポタポンポンポン、星遊びが大好きな。時刻は11時を回りました。さてやってきましたズーズーワンダーランドの時間です。この番組は沖縄子どもの国に関する旬な情報をお届けいたします。リスナーの皆様からの沖縄子どもの国に関するご意見疑問、動物たちの面白い情報もお待ちしております。メッセージの宛先は 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。また FM コザではユーストリームで映像と音声をインターネット配信もしております。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイキャスも連動しています。皆様からのたくさんのコメントお待ちしております。ズーズーワンダーランド、この番組は公益財団法人沖縄子どもの国の提供でお送りします。今週のお相手は FM コザミミリと、子どもの国のゴヤと、職場体験できていますゴヤリーです。イエーイ、よろしくお願いします。この3人でお送りします。早速コメント来てます。超久しぶりゴヤ上方、可愛いゲストさん、ミミリ長様、今日も楽しくということです。ありがとうございます。そうなんです、久しぶりなんですよね。もう忙しくていろいろ金曜日にいろいろ入りましてですね、はい、なかなか出張も行ったりとか、そうなんです。久しぶりです。待ちしておりました。はい、はい、さあそれでは、このコーナー参りましょう。全然いじらないんだ。あ、そうだ。ちょっと珍しいのが来てますけど。そうですね。する待ってたんですけど、すいません。そうだよね、ごめんね。そのお隣には、どこの小学校から来たんですか。はい、沖縄市の宮里小学校から来ました。はい、可愛い小学生が、ゴヤリーと言いますよ。はい、まさかの、まさかの、何言ってんですか。いいですよ。はい、ゴヤリー方の息子さん、息子ですね、はい、が職場体験、はい、初共演ですか。ラジオ、初共演ですね、ラジオはね。すごいですよね、テレビも、はい、新聞も家族で出てたまたまなんですよ。でもそうなんですか。これ狙ってきたわけじゃなくてね、でっかい早期のやつ。いやいや、そうじゃなくて、はい、でっかい早期でね、新聞載りましたよね、確かに、はい、はい、それもあるんですけど、一面、そう、職場体験で、うん、で自分で言って、あ、うん、職場体験で、仕事、うん、親の仕事を体験するために、ほ、うん、この場に今来ています。そうなんですよ、ね、ここの小学校は、はい、自分の親のところにこう夏休みに、職場体験をするっていうことになってまして、はい、ちなみに期間はどのくらいですか。今日だけ。あ、1日1日、あ、なるほど、はい、1日です。ピンポイントでこのラジオ出演に当たるっていう、しかも今日最終日なんですよ。8月何日かから25日の間までにやりなさいっていうこと。おーおお、今日も最終日やしって言って慌てて慌てです。行くよっつってね、はい、そんな、まあ、まあそうなんですよ。おー、急な受け入れも可能な、はい、子供の国、まあ、素晴らしいですね。私のさじ加減なので親の仕事なんで。なるほど、はい、ね、ルドルフさん、はい、ね、息子さん、そば好きなんですかっていう質問が来てますね。はい、大好きですよ。おー、さすが。200件は言ってます。言うな、いちいち。そうなんですよ、いろいろ持ってますね。この子の時は、本当に一緒に、赤ちゃんの時から一緒に連れてって、はい、うん、哺乳瓶持ってこの子に、ね、ミルクあげながら、片手でこうそば食べながらこうミルクあげてってやってて、そしたらおばちゃんが、あんた偉いねって言って、そば代おごってくれたんですよ。相当なんか頑張ってるように見えたんでしょうね。そう。男で一つでみたいな。あ、なるほど。そうそうそう。もう哺乳瓶担いでこう、あやしながら、ミルクあげて、そば食べてっていうのをやってたら、そうなんですよ。ね、いいでしょ、沖縄のおばさん、おばちゃん、ね。あんたすごいねって、偉いねって言って、おごってくれたんですよ、そば屋で。なかなかないですね。まあ、想像したんですけど今その絵を。そうそうそう。本当にそばも大好きですよ。3杯ぐらい食べますよ本当に。え？うん。
ね、すでに一応頑張ればいけます。頑張れば普通にあの一軒で帰ろうしたお父さんお願い走りましょう、お願い走りましょう。嘘、本当です。びっくり。まあまあまあね、そういう話もありますけど、受け継いでいます、ね、素晴らしい親子です。はい、さあそんな二人で、はい、はい、今日はお送りしたいと思います。はい、子供の国インフォメーション。さあこのコーナーはですね、子供の国の最新のインフォメーションを紹介するコーナーでございます。はい、さあ菅谷さん早速よろしくお願いします。はい、夏休みもいよいよ終盤ということなんですが、はい、もう本当に子供の国盛り上がっております。うん、で今週末、はい、明日明後日土日ですね、うん、先週に引き続きキャラクターショーがあります。はい、はい、で明日8月26日土曜日がキラキラプリキュア、プリキュアアラモードショー突っ込むな。はい、はい、午前が11時から、はい、午後が15時からということで、うん、プリキュアのショーがあります。お、そして8月27日日曜日、はい、同じく時間は11時15時なんですが、それいけアンパンマンの、それぞれキャラクターショーがありますので、はい、ぜひお越しください。もう面白いですよ本当に。うん、だいたい30分ぐらいのショーになってます。お、はい、もうね、去年先週もキューレンジャーのショーとかね、うん、ヤビクトのモナーさんも来てくれて、もう本当に盛り上がったんですよ。すごいでしょ、うん、ね、沖縄出身で、はい、ちっちゃい頃子供の国にも来たことあるんですよ本当にもう感動でしたよ。おー、でも本当に盛り上がって、はい、お客さんもいっぱい来てくれて、うん、嬉しいですね。はい、もう今週もね、今週は、うん、キラキラプリキュアアラモードショー、はい、それいけアンパンマンショー、土曜日日曜日ですね、ありますんでね、はい、ぜひお越しください。うん、そして引き続き、はい、ズーナイト、サタズーナイトがもうあと残すところ2回になってますんで、この終盤は、はい、とてつもなく人が来るという、うんうん、そうですね、もうとてつもなくっていうか本当に先週先々週と、うん、だいぶ、来ていただいておりまして、でも駐車場がですね、はい、もう結構早い段階からもう満車になってしまって、うん、で一応ライカムさんの方に臨時駐車場というわけではないんですけれども、はい、向こうがシャトルバスが出てますんで、はい、一旦ですね、子供の国に電話してもらって、はい、ちょっと駐車場の状況を確認してもらって、うんうん、本当に周辺の道路がもう混み合ってくることがありますんで、はい、その時はもうライカムさんの方で行って、うん、まあ、シャトルバス利用してライカムもちゃんと利用してもらって、うんうんうん、っていうことでご案内させていただいてますんで、はいはい、じゃあ事前の電話連絡はそうですね、 OK ということで、うん、駐車場の状況はもう、うん、まあ、無線等で把握してますんで、はいはい、確認されてから、うん、お越しにいただいた方がよろしいかと思います。はい、本当にもうあと2回ですよ、うんうん、すごいもう盛り上がってますんで、はい、お化けナイトミュージアムも本当にもう、大盛況でございますので、うん、嬉しい、はい、ぜひ、今週末子供の国にお越しください。はい、さあそしてリーさん、はい、うん、チルドレンズセンターのプログラムがあるということで、うん、はい、紹介してもらいましょう。お、沖縄魅力発見講座、沖縄のコウモリ、8月の第4週は世界をコウモリ週間ということで、うん、私たちの身近に生息する沖縄のコウモリについて、翼作りや夜の園内でコウモリを観察しながら学ぶ体験ができます。おー、さすが放送員、世界コウモリの日、うん、上手いいね、いいね、はい、うん、そうそうそう、明日ですね、はい、でこれ申し込み制になってまして、うんうん、あと数名、お、はい、参加が可能ということですんで、はい、子供の国にお問い合わせいただいて、うん、申し込みをしてください。はい、うん、どういったものをやるんですか。なんか、うん、コウモリの、はい、コウモリのこの、うんうん、なんて言うでしょう、羽、腕、うん、腕、羽、翼翼、うん、翼とか、
翼や、うん、体、コウモリは、うん、なんであの哺乳類なのに、うん、このぶら下がって長時間ぶら下がっていられるのかとか、そういうことを体験することができます。おぶら下がり体験する。いや、それなんです、それなんです。あのコウモリがさすがにな、うん、Okay. 厳しいね、子供が言うことに。すごいよ、これ。あのね、はい、うん、ぶら下がる体験とかは、ないんだけど。すいません、うん。やったら面白いんだよ。やる？やる。どれくらいぶら下がってられるか。ね。コウモリの凄さを、ね、知るっていうね。うん、フェルト生地と割り箸で、こう、うん、羽をね、ね、作って。そうそうそう、骨の。うん。翼にのこう骨の仕組みをこれで表してるのかな、はい、うん、お、まあ、こういうそ、工作もあるんだよね。うん、はい、うん、工作もあって、はい、翼を作るようなこう工作もあって、はい、で園内のコウモリ観察しながら、うん、コウモリについて知ることができると、はい、まあ、世界コウモリ週間ということでね。うん、はい、それにちなんで。コウモリ週間、そうなんですよ。まあ、あの子供の国の、コウモリ博士がいますんで、お、はい、その、ヨッシーとうちの、コウモリについて知ることができるということです。うん、もう夜になったら沖縄市も結構いらっしゃいますからね。うん、いらっしゃいますよ、いっぱい。結構沖縄、うん、ね、で、はい、子供の国の、コウモリ社の周辺にも外からいっぱい来るんですよ。遊びに、遊びに訪れてくるんですよ、はい。はい、美味しいの食べてるなって多分見てるんでしょうね。ね、そうそうそう。哺乳類だからもう、入場者カウントしようかなと思って。いっぱい来るんですよ、確かに。本当に、うん、なるほど。はい。カウントしてみますか。ねえ。まあまあ、コウモリについてね、はい、知ることができるということでございますよ。明日？明日です。はい。で、問い合わせ先が、933-4190、はい、沖縄子どもの国までお願いします。はい、事前予約となっております、はい、ご参加したい方はぜひご連絡してください。続いて、ほう、ワンダーミュージアムの方でも、はい、引き続きですね、ワークショップもう盛りだくさんのワークショップ、やっておりますんで、木で作るお友達ロボットだとか、はい、あと明日からクーゲルバーンって言って、うん、木の、こう積み木みたいなものをこう組み合わせて、はい、ビー玉ボールを転がす、うん、自分で好きなコースを作って、はい、ボールを転がすっていけるようなそういうコーナーができますんで、お、これ非常に面白いですよ。はい、大きさはどのくらいですか。あ、まあ、大きさはもう自分次第。あ、自分次第、うん、お、組み合わせていくんで、はい、もういっぱいこう積み木みたいなのがあって、それをコースを自分でいっぱい作っていって、こうボールを転がしていく、本当に面白いですんで。ちょっと大きなピンボールみたいな感じですか。ピンボール違う違うどっちか言ったらピタゴラみたいな。あー、なるほど。そうそう、おー、うん、ピタゴラスイッチみたいな、うん、ボールがいろんなところこう転がっていって、転がってそのコースをもう自由に自分で作っていくんですよ。うん、子供たちが作ったらまた、はい、もうね、すごいクリエイティブな、いろんな想像力をそうそうそう働かせて、はい、面白いコースも作れますんで、はい、ぜひお越しください。はい、こちらも明日から始まります。はい、はい、で、あと、はい、日曜日にもうガチ工作っていうことですね、うん、木車を作るっていうこれも今最後ですんで、はい、はい、これ2回目ですか。2回目です。はい、2回目で。前回反響はどうだったんでしょうか。いや、もうすごかったですよ。はい、で、4年生以上の親子っていうことで、はい、なんと4組しか参加できないんですよ。ですよね、はい、レアな。そうです、もうガチ工作っていうことで、これ初めてですね、こんな感じのやつ。はい、うん、27日日曜日、うん、事前の予約も可能ですので、4組までとなってますんで、はい、ぜひお問い合わせください。はい、OK です。それでは一旦 CM に行きたいと思います。
SUZU ワンダーランド。時刻は11時15分を16分になったところです。この時間はズーズワンダーランド FM クコザのスタジオから生放送でお届けしております。はい、はい、ねえ、あと1個だけすいません、はい、インフォメーションがありまして、身近な自然を知る、自然観察会っていうのが、ちょっと遠いんですが9月30日にやります、はい、申し込み今受け付けてますんで、933-4190、はい、子どもの国までお願いします。お、はい、参加費は無料です。はい、どんなことするんですか？自然観察会ということで、はい、子どもの国の、園内を、専門家と一緒に回りながら、植物を見たり生き物を観察して、こうレクチャーを受けながら、ね、子どもの国の自然を知るという、プログラムになってます。はい、はい、昆虫とか植物とかいろいろ見れますんでね、はい、はい、ぜひお越しください。はい、うん、コメント来てますね。はい、紹介します。はい、2代目親方は決まりですねそして、コウモリのおしっこ見られますか？ああ、面白いね。だからどうやってやると思います？コウモリ飛んでる時、逆さになってる、逆さになってる時はやらないよね。あれ、ねえ、さあ、子供の国にコウモリいっぱいいますんで、観察したらそれ見れます。ねえ、どうやってやるかっていうのは。ぜひ来てください。お、ルドルフさん、でも大阪の人や。どうしよう。うん。今行ったらでも面白くないな。ルドルフさん、来週、そうですね。じゃあ、はい、正解を。はい。終わったらね、コウモリの。はい。来週聞いてみよう、正解を、うん、はい、さあ早速、はい、小学生の職場体験が来ているので、ね、ぜひお話を伺いたいなと思いますが、はい、なんか準備してきたんですか？コウモリにまたかい言い残してるんですよ、ね、言い残しがある。あ、オッケー、オッケー、じゃあぜひぜひ紹介してください。コウモリっていうのは世界には約1300種類いて、うん、その中でもなんか印象的なのは血を吸うコウモリなんですが、うん、そのコウモリは3種類しかいないそうです。あ、1300のうちの、はい、血吸うのは 3種類、うん、なんか血吸うイメージありますよね。ありますね、うん、コウモリ吸ったら。で、沖縄のコウモリは、木の実を食べたり、うん、花の蜜を吸ったりなどをしているそうです。優しい意外に優しい、ね、イメージと違いますよね。イメージと違う。あと小さいコウモリいないんだね、沖縄には。はい、あとこの翼、うん、を見てわかる、翼だけではわからないと思うんですけど、ほうほう、実際のコウモリは持ってもらって、はい、見えない。いいよ、実際のコウモリは、実際のコウモリは、この腕の骨の部分があるんですけど、うん、腕の骨の部分、はい、この腕、手より、手の方が体より大きいということが、なんかこの手があるじゃないですか、うん、この手より体の方がちっちゃいんですよね。あ、手の方が大きいと。そうです、体よりも。コウモリは、なるほどね、うん、広げた時、そうそう待てよ片手でも体を覆い尽くせることができる、うん、みたいな。あ、この腕のこの、まあ、翼の翼っていうか、まあ、これがもう手なんでしょ。そうそうそう、うん、ああ、うん、全部がね、うん、そうそうそう、なるほど、体よりも手が大きいと。なるほど、まあ、そういういろんなね、不思議が発見できるわけですね、明日。ああ、すごい、すでにいろいろ調べて、すごい取材してたもんねなかなか出てこないから何してんのみたいな。そうそう、がっつり取材してたんです。すごい、うん、取材もできる。40分ぐらいでももっと詳しく明日は勉強できるということです、うん、そうですね。あれですよね、自由研究みたいなのにも使えますよね、これ。そうです、参加したら。うん、使います、使います。うーん、自由研究はやってますか、あなた？どんな研究しましたか？はい、風の研究で風の研究。4年の頃は、
洗濯物を外で干して、うん、この方角によって、うん、この乾き方は変わるのかとか乾く速さは変わるのかみたいなのを30分おきに調べてで5年では、うん、この室内で、はいはい、除湿機とかクーラーとか扇風機とか使って、うん、この風が洗濯物の乾き方に影響があるのかっていうのを調べました。それでやっぱり、うん、洗濯物の乾き方に風は影響があったので、はい、今年は、うん、風の壁とか作った時に、はいはい、風が真正面から当たると、うん、どこの向きに風が流れていくのかっていうのを今調べています。風について調べているみたいですね。おお、うん、この洗濯物も好きなのね。好きなわけじゃない。いや好きなんじゃなくて、もともとお母さんがなんか引っ越した時に、うんうん、どこが乾きやすいのかっていうのに困ってたんで、お干す場所が一回お母さんが、ね、はい、なくてどこに干せばいいかなって迷ってたので、それで調べた。で、見つけ出したんですよ、ここが一番乾くって。素晴らしい。まさかの自由研究が生活に役立つ。はい、で室内でも、はい、去年は室内 でこの条件が一番乾くっていうの。おお、うん、ね、クーラーがあんまり意味なかったりね。え、そう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 、そうなんだ。扇風機がなんか一番良かったりとか。あ、やっぱ風なんですよね。みたい。これ本当にそれで知ったんですよ。へえ、うん、で今年は外、うん、いや中でか、このドライヤーとかに紐っていうのかな、それをつけて、はい、風がどこに行ってるのかとか、家の風の流れをいろんな条件で調べたりとかやってます。すごい。このね、窓開けた時に、はい、どっからどう流れてるとかを一生懸命調べてますよ。それは、うん、自分からこうやって調べようとかって考えるんですか。はい、ちょっと待ってください。え、私が小学生の時そんなこと全然思わなかったよ。、うん、すごいですね、科学者ですねっていうコメントが来てます。いやいやね、頑張ってますよ本当に。うん、サッカーも頑張ってるしね。うん、はい、うん、いいですね。はい、サッカーやってるんで、うんうん、遠征費とか、まあ、遠征費とかも大変なんですけど、はい、小1の時に、うん、ほら入学式で国歌歌うじゃないですか。あ、国歌歌う、全員歌うんですよ、ね、入学式で。でこの子ずっとサッカーその前からやってて、はいはい、3歳ぐらいから、すごい。で日本代表の試合ずっと見てるから、うんうん、この国歌斉唱の時手がもうこっちに来てるんですよ。一人だけ胸に手当てて目つぶって。そうそうそう、カズみたいな国歌歌ってるわけですよ、はい、君がよ。他の人普通に歌わないじゃないですか。普通歌えない。もう覚えてたんですよ、なんか感覚で。で目つぶってるから自分で、うん、もうだから見てたらもう面白くて。で途中で気づいてわーって。さすが、なんか持ってますね。面白かったですよね。じゃあ最後に将来の夢聞いてもいいですか。バロンドールとかそんぐらいの選手にはなりたいですね。取れるような。世界一ってことです。世界一です。おー、目指すは世界。素晴らしい。頑張ってくださいね。サッカーで生活したいわけですね。そうです。お、もうよろしくお願いします。さあ、そのエンディングとなってまいりました。はい、今日はですね、宮里小学校から職場体験の方も来てくれました。楽しく30分お送りしました。この後はククルバナースタジオクスタです。引き続き 76.1 メガヘルツ FM 小座でお楽しみください。最後までお聞きいただきありがとうございました。ここまでのお相手は FM 小座ミミリと子供の国ゴヤと職場体験中のゴヤリーです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。